世の中の常識にしたいのは子育ては元気で幸せならまず100点、うん、時間に遅れるとか関係ないだって元気だもん <laughs> OK だこれぐらいの心の余裕とか寛容さみたいなのをもうちょっと社会で持たないとでもそれを先人の方がこうやって言ってくれてるのはすごく励みになる子育てしたことない僕ら側みたいなタイプってやっぱ完璧ででやらなななきゃゃゃいいいけないのかか漠然と考えちゃうじゃないですかだからこう先人が100点じゃなくていいよともう笑ってりゃいいじゃんっていうその言葉ってこの画面越しの向こう側にいる悩んでる方 励みになっていると思いますよ。